街角で歌うユージェニー・ビュッフェ。1920年、ゴロ・ユージェニー・ビュッフェは、フランスの歌手である。19世紀末から20世紀初めに人気を博した。現実的な問題、テーマを歌う、シャンソン・レアリストというジャンルの最初期の一人であった。ジャンバル・レーの作った、歩道のセレナーデを歌って1895年に、成功した。のためのパリの路上での演奏などでも知られ、 レジオンドヌール勲章も受訓した。アルジェリアのトレム戦で、フランス兵士と裁縫士の娘の間に生まれた。父親は6歳の時陸軍病院で没し、貧しい生活を強いられた。17歳で芸能活動を始め、マルセイユのカフェコンセールなどで働くが、成功せず、地方の貴族、ギオーム・ディ・オリアムソンの愛人となった。この貴族がブッフェを友人たちに見せるために、 パリに連れて行かれ、パリの華やかな世界に入ることになった。パリでは、右翼政治家の中に入り、右翼政党、愛国者連盟の創立総会でラ・マルセーズを歌い、創立者のポール・デル・レードラの右翼の人々に愛されることになった。1892年に、パリのキャバレー、ル・シャノワールで、シャンソンデ・デアリストというジャンルの創始者ともされるアリスティド、ブリアンのステージを見て、 ブリュアンによって、しばしば歌われた、貧しい不幸な少女というイメージで歌うことになった。売春婦たちの服装を真似て、使い古したエプロンと赤いマフラーを衣装として、ラピールズと呼ばれる舞台パフォーマンスは有名な、ナイトクラブ、ラシガールで初めて披露された。すぐに、全国的な有名な歌手となり、有名な劇場で公演することになった。1900年代の初めには、 自らカフェコンセールの経営をはじめ、キャバレーでラプユレイという名前のキャバレーや1903年からは、フォーリー・ピガールという店も開いたが、最後の店は、右翼反体制派の集まる店として警察によって、閉店を命じられた。第一次世界大戦中には、兵士のために移民旅行を行い、1920年代には、アメリカ合衆国など、海外公演も行った。 1927年にフランスのアベルガンス監督の無声映画ナポリアンにナポレオンの母親役で出演した。1931年のジャンルノワール監督の映画ラッチエンネにビュッフェの歌ったソア・ボンヌ・オーマ・ベル・イン・ケニューが使われた。1931年に友人・フィグジャーがゴーストライターとして書いた自伝、マビ、メアムール、メア・ベントア、 コンフィデンセスリキュイルズパール、モーリス・ヘメルが出版された。ありがとうございます。